にちは。こんにちは。はい。豊さん、はい、今朝ほどまたまたトレードのニュースが入ってきましたね。え、はい、まあ予想的中トレードっていうふうに今書きましたけど、うん、はい、前の動画でね、阪神とソフトバンクはトレードがあるんじゃないかっていうことを言ってたんだけども、はい、やっぱりやってきたという、水面下で動いていたんですね。まあそうだね。まあそれで、はい、まあ、誰がトレードになったかっていうと、はい、まあ阪神中谷正宏で、ソフトバンク仁保明、うん、まあ28歳と31歳、はい、外野手と投手のトレードですね。そうだね、外野手と投手のトレード、はい、まあ働き盛りというね、うん、で中谷に関して言えば、はい、やっぱ外野手の層が厚くなってきて、うん、まあ佐藤の加入だとか、はい、まあ本当にこう外野手は飽和状態になっててね、うん、で一軍の登録が今年なかったんだけども、うん、だけど、まあ、17年には20本塁打はい、を打ってるということで、長距離砲なんだよ、はい、結構パンチ力もあるし、うん、体大きいし、はい、がっちりしてるしさ、はい、ただその速球が打てないという、インサイドの速い球が打てないという欠点を持ってるんだけども、はい、でも克服してるかもわからないよね。で、まあ、133試合かなに出場して20本塁打を打ってるという、はい、まあ、相当こうバッティングでは期待が持てるね、外野手の一人なんだよね、うん、で一方ソフトバンクの仁保明、まあ、あの通算成績が12勝11敗1セーブということで、うん、まあ、あの先発もできるし、まあ、中継ぎもできると、うん、まあ、言えば抑えもできちゃうよみたいな。ただ防御率が 4.32 と多少悪いんだけども、はい、だけどもあの育成ドラフトでね、苦労人で、まあ、ソフトバンクの中で、まあ、あの試合間選手を勝ち取り、まあ、上がってきたということで、まあお互い思惑が一致してる、うん、まあやってくるだろうなと思ったけども、まあ、中谷は出してもいいっていうふうに阪神は思ったと思うんだよ。はい、やっぱこうまだ働けるし、うん、まあ、出してあげたいという、他だったらまだまだチャンスがあるという。ただソフトバンクの方は日本が今年投げてただけに、うん、あ出すんだと思ってちょっとびっくりはしたんだけどね。はい、で阪神の方はやっぱ7回はい、うん、イニングで言えば7回に誰を投げさすかということが非常に問題で、まあ、藤浪を使ったりだとかさ、はい、まあ、及川っていうのを使ってみたりしたんだけども、うん、まあ、及川っていうのは左だからちょっと日本とはタイプが全然違うからちょっと当てはまらないかもわからないけども、はい、DeNA 戦で大事なところでホームランを打たれたりとかした、うん、で藤浪はやっぱ安定性に欠けるということで、やっぱ阪神の課題といえば今現在やっぱ7回を誰が投げるか、はい、まあ、そこが一番なんだよね。だからそういう意味ではこの2本を取れたっていうのはやっぱ大きいと思うよ。うん、ソフトバンクの方は逆に言えば、はい、やっぱ打てなくて苦しんでる、うん、で左のいいバッターはたくさんいるんだけど、はい、右がちょっと不足してるかなという、うん、まあ、そこでやっぱ中谷に目をつけてたというね、うん、まあ、こういうことが言えるんだけども、はい、阪神の中谷は福岡県出身、福岡出身、はい、ということはもう地元に帰るというか、はい、地元のチームに所属することになるんですね。そうだね、はい、で日本はやっぱり福岡出身なんだよ。あだからここら辺がちょっと複雑、ちょっと複雑かなっていう、はい、ちょっと日本は寂しい思いをするかなという、うん、まあ、感じはするけども、まあそんなことも言ってられないしね、はい、うん、だけどお互い働き場所を変えて、うん、まあ、日本の方はもう投げてたからねあれだけども、中谷の方は、まあ、ソフトバンクに、ただパ・リーグのパワー系のピッチャーが多いだけにやっぱその速い球を克服してほしいなっていうことがあってね、うん、はい、うん、非常に俺はいいトレードだというふうに思うんだけども、うん、ただやっぱこう仁保というピッチャーはまあ、まっすぐで言えば150キロ投げ、そうだね、落ちるボールもあるしよくボールを動かしてくるんだよ、うん、でね、まあ2軍に落ちたりとかもするけども、はい、2軍ではもう本当に圧巻のピッチングをするという、うん、まあ、あんまり相手にしないという、はい、そのぐらいの実力があるピッチャーだけにね、はい、まあ、安定して例えばその7回というそのイニングの責任を持たせるとやっぱソフトバンクの投手陣選手たちっていうのはやっぱりこう競争にも慣れてるし、うん、やっぱその責任を全うしようとする力というのは結構あると思うんだよね、はい、うん、だから、まあ、
まあ、手術も乗り越え、うん、育成ドラフト手術も乗り越え、またトレードも乗り越えてほしいというね、はい、まあ、日本頑張れという、まあ、非常に安定感のあるコントロールのいいピッチャーだけにね、はい、まあ、頑張ってほしいなという、まあ、思いが非常に強い、はい、うん、で中谷はそうだな、阪神が今優勝争いトップに立ってて、そのタイミングで出されるっていうのは非常に、悔しいと思うよ、はい、やっぱりチームは、まあ、チャンスはもらいただける、はい、一軍のチャンスももらえる、まあ、阪神では全くなかった今年に入ってね、うんうん、だけどソフトバンク行ったらおそらくチャンスはもらえると思うんだよね、まあ、そこでやっぱ頑張ってほしいって思うのと、うん、可能性としたらこの2チームは日本シリーズで当たる可能性があるから、はい、ね、お互い情報も持ってるだろうし、はい、うん、だから活躍場所がそこにもあるというね、うん、うん、まあ期待はしたいと思いますよ、はい、まあね、チームを離れるっていうのはやっぱりいろいろな思いもあると思いますけど、うん、やっぱ一選手として活躍の場がある方が、うん、やっぱ選手にとってもいいですね、まあ、まあそうだよね、死活問題だからね、うん、出れないっていうのはね、うん、それとセ・リーグとパ・リーグだから、はい、まあ、もう交流戦も終わってるし、うん、直接対決はないんだよね、はい、だから日本シリーズしかない、まあ、例えばさ、はい、まあ、セ・リーグ同士だと、まあ、セ・リーグのどっか行ったで阪神と戦います、そうなってくるとさ、なんとなくやっぱ阪神にまだ愛着っていうのは選手は残していってるわけよね、うん、はい、だからなかなかこう敵として見れなかったりだとかさ、なんか力を発揮できなかったり、まあちょっと力んでみたりだとかね、まあそういうこともあるんだろうけども、はい、全く初めてのところに行くわけだから、はい、それはやっぱこう戦いとすればお互いがすんなり、うん、まあ、入っていけるかなっていうようなことは言えるよね、はい、まあ、こういうタイミングでのトレードっていうのは、うん、やっぱりこう選手にとってもチームにとっても大変なことはありますか？やっぱ大変だよね、シーズン途中ってさ、うん、やっぱ大変だよ、バタバタするしさ、はい、だからその大変さを乗り越えて活躍をしなきゃいけないっていうね、まあ、非常に難しさはあっても、うん、ただやっぱりチャンスだから、はい、ね、そのピンチをチャンスに変えて、まあ、頑張ってほしいということと、はい、この2チームは、うん、そうだな、まだなんとなくありそうだね、うん、阪神はやっぱりいい選手が多いし、ソフトバンクもやっぱこう、はい、いい選手が多い、それだけにやっぱこうそのチームの弱点とされてるところ、それをどんどん補っていこうとする動きは絶対あると思うよ。この阪神とソフトバンクのトレードが今後もあるっていうことですか？まあ他とあるかもわからない。あ、他と補強を考えている、うん、そうそう、はい、でやっぱこのトレードが成立したっていうことは、はい、やっぱ巨人は嫌だろうね。やっぱ阪神の好きっていうのはやっぱ7回だったんだよ、はい、まあスアレスがいたりだとか、はい、後ろはね、うん、まあ、そこら辺はもう盤石なんだけど、はい、やっぱ7回やっぱ勝負どころに来ての投手という意味では、まあ、阪神好きありというふうに見てたけども、うん、はい、日本が埋まることによってやっぱ戦いづらくなるよ、うん、やっぱ1枚何枚も欲しいところだからさ、そこは、はい、まあ、例えば相手が左バッターから始まるって言えば岩崎だとかさ、うん、投げさせてもいいし、はい、いや右から始まるよって言ったらじゃあ日本行くよみたいな、はい、やっぱそういう使い方もできるようになるし、はい、だから日本なんて右も左も、まあ、関係なく投げていけるタイプのピッチャーだけにね、はい、だから他チーム、まあ、特に追ってる巨人、うん、わあこのトレード成立しちゃったかみたいな、そんな感じがするよね、うん、だから巨人もどっかと動く可能性もあるよね、もしかするとってことですね。もしかすると、だから今後そうだね、まあ、8月末まで期間が伸びてるから、今年オリンピックの期間があるからね、はい、うん、トレードの期間、はい、本当は7月31日までだったんだけど、はい、今年は1ヶ月伸びて8月の末までいけるから、なんかこういったトレードがどんどんなんか各チームで行われそうな気がする、うん、でましてやそのパ・リーグっていうのは、はい、もう団子状態じゃない、5チームが優勝を狙えるような状態にあると、ね、はい、だから本当にいいトレードっていうのがどんどん行われるような、うん、そんな気がします、うん、まあ、どこかがトレードがあると、うん、他チームへの
そういった選手の動きがあるかもっていう風な影響も出てくるってことですね。だからロッテがパパーンと足早に動いたけど、まあここもちょっと早かったね。非常にこの中谷と日本にもですね、こう皆さん注目をしていただきたいという、はい、だから今シーズンなんかも、ね、結構トレードで動いた選手の活躍も結構目立ってますよね。まあそうだね。だから それだけいいトレードだし、はい、チャンスももらえるし、まあ今なんかこうチームも受け入れ体制がなんかいいというか仲間意識が強くなるというかね、はい、すぐ、はい、だからそういう意味ではもう昔の暗いトレード出されたらどうしようみたいなね、やっぱそういうのもありますか。 あった昔はね、はい、だけど今はもうなんかこうなんていうの、よし働き場所ってみたいな、なんか栄転みたいな感じですかね。栄転みたいな感じだよね、はい、2人とも、うん、チャンスをもらえるしね、はい、うん、もう前向きなトレードですね。でお互い強いチームだし、はい、ね、だから働きがいがあるよ、うんうん、まあぜひ、まあ、こうもう一花ね、はい、お互いに咲かすような活躍を期待しています。はい、